それでは未来世紀のブレイクミッションにレディー。待って、コンフューズドミッションのアラートで未来世紀の説明が途中までだったでしょ。ガンダムファまでは聞き取れたけど、そこで警報が鳴っちゃって。はいはい、ガンダムファイトだね。今回のブレイクミッションはなんとその決勝大会なんだよ。やっぱりここは小隊長さんにもガンダムタイプのモビルスーツで出撃してもらいたいね。その目はあのワルだった頃の小隊長。そういう武勇伝一番反応に困るんだよね。じゃなくてガンダムファイトって何？ユヌ姉さんがガンダムファイト国際条約7か条を覚えてくれたところで、行こうか小隊長さん。コロニー国家間で戦争せずに派遣を決めるルール、今までと違って世界観が特殊すぎるけど、まずは飛び込んでみるしかなさそうね。ユノ姉さんの腹も決まったところで、今日のミッションは未来世紀詳細不明のヒストリーブレイク。それではガンダムファイトレディー。え、何何ゴー。いよいよ4年に一度世界の運命を決めるガンダムファイト決勝大会。ジャスティスとフリーダムでならこの戦闘も止められるはずだ。あ、行こうアスラ、僕たちがやらなきゃ。そのためのガンダムだから。最終バトルロイヤルの朝となりました。ですが我らを待ち受けるリングランタオ島は何やら怪しげな容器を漂わせています。何事もなければいいんだけど。果たしてこの戦いに勝ち抜き最強ファイターガンダム・ザ・ガンダムの栄冠を手にするのは一体誰でしょうか。それではガンダムファイト最終決戦。ターンと覚悟、これより破壊する。ヒーロー君、あの、もしかしてガンダムファイター？無論だ。 L1 コロニーのファイターとして小隊長、お前を殺す。待った、ガンダムファイト国際条約第2条、相手のコックピットを攻撃しては。第1条こそ。そういえばヒーロー君、前回はガンダムエピオンに乗ってたよね。ゼクス・トクサさんとの戦いの後互いに譲り合う形で乗り換えたんだよ。俺とゼクスは互いに機械に翻弄された。好き勝手に未来に囁かれてな。あの時システムエピオンは何て言ってたの？俺の選んだ位置に。ヒーロー君、ガンダムエピオンをどうしてゼクス・トクサに譲ったの？あれはトレイズが作ったものだ。俺には奴の考えに理解でき。ああ、確かに勝ったなら親友のトクサさんに託しただろうね。え、ちょっと私だけ置いてけぼりなんだ。ゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら。俺が認めているのはゼロの力だけだ。その理由、言葉は信用していない。そうか、ヒーロー君がゼロシステムに。誰よりも戦い抜いてみせる。地球上の誰よりもだ。サンクキングダムのリリーナよりも。リリーナ・ピースクラフト代表、王国を解体した後どうだったの？彼女は最後までアフターコロニーの歴史に関わることになる重大な場面です。俺にはこの生き方しかできない。彼とはまた会うと思うよ。とりあえずカッカさんの話とかもその時にね。ガンダムファイトくらいさっぱりしててくれると理解も楽なんだけど。そう考えると結構いいシステムだよね、ガンダムファイトは。うわー、絶対落ちる。やるな。うわあ！
そこだ。当てる、この程度。そこだ。やるな。そこ。くそ、まだか。これはどうだ。バカな。オルガ、ここが俺たちの場所なの。三日月くん、私がわかる。ユノアスタルトよ。ガンダムファイターでしょ。地球連邦コロニー。何それ、私たちってそうなの。いや、でも何度も一緒に戦った仲間じゃない。今の俺は火星鉄火団代表のガンダムファイターってやつらしいから、その威信と名誉だっけ。何度も同じ鉄火団として戦ったのに、私ショックよ。いや、このミッションは違うから。三日月くんはそのつもりだからね。うん、俺は仲間と一緒にいたい。そのためにはもっと強くならなきゃいけない。大人の都合なんか関係なく、今生きてる仲間をこれ以上ただのものにはしたくないんだ。そうか、これが三日月くんの矜持、一瞬と名誉なのね。さすが小隊長、すごいな。私たちにだって強くなきゃいけない理由があるってことよ、三日月くん。筋を通すってことか。オルガがよく言ってるやつだ。そう、俺はそのために俺ができることをするよ。小隊長さん、私たちにできる。バルバドスの損傷大。小隊長さん、もう少しだよ。まだだ、バルバドス。ここは俺たちの居場所じゃない。だからまだだ、まだ止まれない。三日月くん、絶対に正しい歴史に返してみせる。小隊長、お願い。はぁ、ここは直撃したのか。助かる。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。鉄火団代表のファイター、ブレイクアウト成功だね。本当に彼は家族である鉄火団でオルガ団長のために戦ってるのに。でも次に会う時があるとしたら、団長さんは多分ね。さくら、どうしたの。うわーかな。バカだ。すごいよ、さすがシャイニングのお兄さんだ。これがゴッドガンダム。土門さん、思ってたよりワイルド。違う、セルキ、コレクトセンチュリー時代のモビルスーツ。だって今ゴッドガンダムって。まずは見せてもらおうか、貴様の腕前をな。ターン X のシャイニングフィンガーを受けてみるか。それはこのターン X こそ銀河ナムトイの旗印。これ本当にガンダムなの。西暦の遺物ターン X。 そしてこの人が調子は良か。義務銀河ナムが引導を渡してくれる。いや、銀河ナム機動艦隊総司令さん、あなたは月面都市を守らないと。フォン・ブラウン氏、黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。黒歴史、なんか不穏な単語だけど。簡単に言うと、月の宮殿に隠されたデータバンクのことだよ。人類が繰り返してきた戦争の全記録映像、文明から技術まであらゆるものを収めたね。そんなデータを集めることなんて可能なの。温暖
このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。え、同型機が他にもいるの？ターン X の兄弟機に当たるホワイトドール、戦士文明を滅ぼしたとされるね。ガンダムが破壊者になる歴史？我々の歴史は間違っていたのだ。人類は戦いを忘れられんからターン A を目覚めさせたんだよ。まさかターン X にもその力が？黒歴史の機体が次の我が世の春が来た。ムーンレースの冬の時代は終わった。オンターショーの目的は地球に帰還することじゃないわよね。そう、移住ではなく戦って奪い取る侵略だよ。戦いを忘れたムーンレイスは死人のように生き武士の本懐遂げられんというのか。やっと帰ってくれた。武士？日本の侍とか武者のことだね。プライドの高い兵士というか。ジャパニーズ侍？土門さんがネオジャパン出身だからかしら。それに黒歴史、そして G ユニバース、その類似点も気になるところだね。よし、ルートが開けた。奥の後ろに大きなブレイク反応。今度こそゴッドガンダムだといいんだけど。崖を登って進みましょう、小隊長。そもそもあのお城自体が怪しいけど、ヤンタオ島にあったっけ？そことタイガーピアス、この二刀流なら。俺はロー、ジャンク屋だ。よろしくね。ロー・ギュール君のガンダムアストレイ、スニックイラの歴史からジャンク屋さん？ガンダムファイターじゃなくて？修理パーツが必要ならどっかで売ってやるぜ。こんなところで商売されても。そうか、ガンダムファイター国際条約第3条。え？全部森のレッドフレームカイだ。こいつは最高のマシンだぜ。ゴスミックイラブの実態、彼はどこの陣営？中立の業界団体、ジャンク屋ギルドだね。アストレイ自体はオーグ連合主張国のガンダム、自国の防衛用モビルスーツとして資源衛星ヘリオポリスで次々に作られてたんだよ。それキラ君の戦争に巻き込まれた中立コロニー。動きが違う、コーディネーターさんか。小隊長は違うけど、彼コーディネーターの軌道を知ってるの？フリーダムガンダムで復帰する前のキラヤマト君だけど、瀕死になった彼を助け出したのってロー君だからね。すごい重要人物じゃない、このジャンク屋さん。重大な場面に必ず居合わせちゃうというか、そういう星の元に生まれてるというか。どうだい、最強だろ俺の悪人は。やるな、さすが戦場のプロだぜ。私たちだって王道を言ってるわけじゃない、イレギュラーだの。威張るとこじゃないし、戦ってるのは小隊長さんだけどね。そんな戦い方に付き合わされてマシンが泣いてるぜ。さらにイルネーさんはパイロットの一つか。まだ結果が出たわけじゃねえ。俺は宇宙一、悪運が強いんだからな。本当にこの人ジャンク屋さんなの？この粘り強さ。悪いが、俺に諦めの言葉はねえ。これがコズミックイラに影響を及ぼすガンダムに選ばれた人の底力。 99% は 100% じゃない。まだだ、生つきに。修理費いくらになると思ってんだ。
こんちくしょう。ブレイクアウト成功。なんだか申し訳ないわね。まあガンダムファイトは非常なものだから非常識の間違いだと思うんだけど。聞け、我こそは武者ガンダムなり。ネオジャパンのガンダムファイター。ガンダムファイターどころかガンダム自身だよ。どういう意味？ AI 制御の無人機ってこと？問答は無用。第4条にのっとり降りかかる火の粉は払うまででござる。ガンダムファイター国際条約第4条。ガンダムファイターは己のガンダムを守り抜かなくては。あ、そうか、ガンダム本人だから自分を守らなきゃいけない。この島は一体まるで魔界にでも引きずり込まれた感じでござる。この人というかガンダムさんはどこから？時は戦国、花も嵐に吹き荒れる乱世。ガンダム軍団と闇軍団の果てしない戦いが続く時代だね。さよう、ここはいずこで。そんな時ナイト殿や王術の大将がいてくれれば。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。あらゆる生物の生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち。もう頭が痛い。ヒーローとは何でも。ヒーローっていうのは勝利を手にした者だけに許される呼び名でござる。なんと名誉な。正体の大将強いでござる。極悪非道のザク三兄弟にも引けを取らぬ。だがこれ以上の邪魔立てをするならその頭スイカのように割ってくれよう。スイカ割り。ああ、スイカ割り。小隊長を何だと思ってるの。へい、言い訳は聞かんぞ。正義の絶頂、家電の泣き方、そして愛刀ムクマルをもってしてもここまでとは。武器なしのガンダムもいるガンダムファイトだからね。ならば家電の力鉢巻きでアイアしばらく。武器がなかったとしても戦えるってこと？サイコガンダムくらいの大きさの宇宙大魔王を素手でひっくり返す程度にはパワーが出るよ。おのおの方、武者ガンダム打ち取ったり。さよう、武士は散り際が肝心。面目ござらん。全てのブレイク現象の修復を確認。いやー、とんだガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。それはダメだよ、ひな姉さん。ガンダムファイト国際条約第7条。ああ、そうか、地球がリングだ。ガンダムファイト終了。小隊長強かった。小隊長、これなら連邦軍をクビになってもいつでもガンダムファイターとして働けそうだね。宇宙世紀にそんな職業ないから。俺ガンダムっていうのはやっぱ男の子の夢だよね。小隊長にモチベーションがあるのはいいとして、今回のブレイクミッションでの収穫は？データを調べるとあそこには最大で5つの歴史のガンダムがいたんだけど、それをリムーブしたことでディレクトリの負荷が軽くなって他のブレイク現象が検索できるようになったんだよ。それは朗報じゃない。ドモンカッシュマスターアジア、このディレクトリ内に確認できない。
と思ったら早速強砲が。それってクリュセ防衛戦の時と同じよね。あの時はオルガ団長、三日月くん、秋広くん、鉄火団やギャラルホルンの面々があちこちの歴史にブレイクしてたけど、今回は複数のガンダムの大容量データのせいでオーバーフローが起こりかけたみたい。それを回避するため管理システムがガンダムファイターたちを別階層に転送した。それがゴッドガンダムとマスターガンダムってことね。もし意図的にブレイク現象が起こされているなら、ディレクトリ間のデータ移動も仕組まれたの？そうだとしても影響力のある機体を作ることに関係があるとは思えないけど。イノ姉さん、修正可能なブレイクミッションが3つ検索に引っかかったんだけど、説明しても OK？ あ、ごめんごめん。いいわ、聞かせて。さくら、最終バトルロイヤルを勝ち抜いてお疲れみたいだね。じゃあ空気を変えるためにもブリーフィングルームで説明しようかな。以上3つが見つかったブレイクミッションだよ。また宇宙世紀が2つ、コズミックイラの歴史が1つだね。1つ目は私たちの時代、宇宙世紀 0083、 ジオン残党軍デラーズフリートによる星のクズ作戦によるコロニー落とし。コロニーの落下は止められない。そんな中で私たちができることを考えないとね。次は同じく宇宙世紀、13年後の0096、 地球のトリントン基地でネオジオンの残党軍と戦うミッション。13年前ガンダムが奪われた因縁の土地、モビルアーマーがいるって話だけど。史実ではね。ブレイクミッションはどうなってるか不明。最後はコズミックイラの時代、前回の夜勤ルーエ攻防戦から2年後の地球、ドイツのベルリン、巨大モビルアーマーに攻撃されてるって話だから、準備は怠らないでね、小隊長。よし、じゃあブリッジに戻ってハル君にミッションデータを送ろう。ミル姉さん、ハル先輩にインストールする？いえ、私はプログラムをサボらせてもらうわ。私にプログラムをさせることが管理システムの目的なら、情報はできるだけ隠すべきよね。サボタージュ了解。それじゃあ私がインストール、レディーセット。待って、さくら、パスコードなんだ？3年待ったのだ。ミッションも忘れるな、小隊長。自動修復まで時間制限あり。ディビジョンリミット、ディビジョンリミット。断片データを収集しつつブレイク修正もしていかないといけないのね。ちょっと忙しいけど、これからのためにも戦力増強は不可欠。小隊長さん、よく考えてね。怖いものなくす。あれがデストロイガンダム？それに袖付きも。ジャスティスとフリーダムでならこの戦闘も止められるはずだ。あ、行こう。アスラ、僕たちがやらなきゃ。そのためのガンダムだから。敵を確認した。これより攻勢を開始する。リリー少尉、こちらロンドベル隊、敵は市街地へ進んでいます。ああ、分かってる。初めての共同作戦だ。うまくやって後で祝杯と行こうぜ。未成年なんでお酒飲めませんけど。了解です。行くぞ。袖付きが来るよ。リリー少尉さん、カバーをお願い。俺にやらせてくれ。みんなは援護を頼む。崖の上にロングライフル装備の柵、狙撃に気をつけてください。トリントン基地にいるはずのザクスナイパーに、リリー少尉さんが譲るか。コズミックイラの時代に宇宙世紀がブレイクインしてるのね。でもデストロイガンダムも確かに存在してる。どうあれ目指すはベルリンの街だよ。迂回して正面から懐に突っ込め。一点突破だ。
水場にズボックが。これは96年仕様？ああ、古い温州は水に流せってか。水陸両用だけにね。うまいかは置いといて、15年以上もデザイン変わらないってすごくない？そりゃ正体その専用機があったくらいの名機だしね。もしかして金色のもあった？ふわとろ隊員専用ズボックは聞いたことないな。そこだ！落とさせてもらう。捕らえた。待てろ！ミッション内に変なデータ反応があるな。80年の初頭だから、お姉さんたちの時代かな。この時代から10年以上前ってこと？多分キュージオンのモビルスーツだと思う。もし出てきたらブレイクアウトさせよう。任務もそうだが、自分の命も大切にしてくれ。了解です。ありがとうございます、リディ少尉。待て。そこだ。くらえ。ザッバカだ。そこ直撃させる。テロリストどもが。ここは情報に注意して。ザクスナイパーがハートを狙い撃ち。狙い撃たれちゃダメ、迎撃を。そっちがその気なら。この時代のザフト軍、運命のスーパーエース、かつての英雄キラ・ヤマト君と戦うことになるね。でもその二人がいないとなると、誰が今デストロイ・ガンダムと戦ってるんだろう。モビルスーツばっかり。ブレイクゲーションに偏りが生じているの。ままならないことってのはあるもんだ。でもどんな状況だろうと、目指すはデストロイガンダムだよ、小隊長さん。そこだ。ゲルググマリーネ、ブラーズフリートのモビルスーツだ。ジオン、上からザクワに狙われてます。逆にヘッドショットしてやろうか。分かってるな、あいつだぞ。ザッ、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 ザ
地で暴れてるデストロイガンダムの通信を傍受。やめてくれ、あなたと争うつもりはない。誰と誰が話してるの？デストロイガンダムの近くにいるモビルスーツ。このデータ RX0、 ユニコーンガンダム、バナージリンクスなのか。じゃあここにはムスタケとマーズナスケを継ぐ二人がいるってことになる。シンくんやキラくんがいないことにも関係しているのかも。急いで小隊長。ザ・バカだ。あいつの動きを止めるぞ。街が巨大ガンダムに。そうだ、ユニコーンガンダムは。デストロイガンダムの足元、バナージ君。やめるんだ、こんなことを繰り返していたら心が壊れて人間ではなくなってしまう。来るな、来るな。バナージ、あいつまた。デストロイガンダムは街から遠ざけようとしているの？あのガンダムを倒すべきガンダムたちがこの歴史にいない以上ベストかもね。戦争なんだぞ。状況をよく見て、ここで俺たちが戦う理由なんてないんだ。なんだ、お前は。お前が敵、私たちを殺す敵。このパイロットに何を言っても無駄だ、破壊するしかない。レディ少尉、やめてください。どうしようもないことが現実にはあるんだ、バナージ。助けて。シン。こんな戦い、怖いことだってわかるんだよ。シン、確かこの時代のザットのエース。い
行け。この力、何？暖かいけど、怖い。人はみんな分かり合えるんだ。デストロイが移動を始めた。何？リリーさん、俺の背中は任せました。好き勝手なことを。リリー少尉、小隊長さん、ちょっと待って、大きなブレイクインが来る。上から雑腕の狙撃、注意してください。また出てきやがった。打ち返しちゃうんだからね。あ、これはどうだ。この程度としても、止めた。かな、終わりだ。そこは、これはどうだ。直撃させる。くあ、僕にはやりるだけの力がある。決めた動きで。ザクスナイパーカスタム、ブレイクインしたよ。正確にはザクワンスナイパータイプ。上か。しまった。くらえ。
は私が命に変えてお守りする。この力示させてもらう。大佐ってシャアアズナブル大佐、袖付きの視界フルフロンタル大佐、シャアの再来と言われた人、見せてもらおうか、その機体の性能とやら。この人本当にご本人じゃないの？本人は否定してるよ。ミネバラオザビ様もね。狙えるな、アンジェロ。はっ、梅雨払いをさせていただきます。どいつもこいつも。バナージュはどうした？リリー少尉、バナージュ君は大型ガンダムを市外に誘導してます。私たちはそれ付きをここで抑える。小隊長さん、よろしく。大佐の前で己帰っちまえ。アンジェロが落とされるとは、敵も随分とできるような。箱を使いスペースノイドの宿願を果たせるのは我々だけだ。ザプロスの先、ユニコーンガンダムの指し示す座標の先にあるのよね。そう、ラプラスプログラムによってね。コクピットコアさえ残っていれば他は破壊してもいい。まずは機体の確保が最優先だ。バナージ君のところには行かせないんだから。少尉さん、小隊長さんと連携して。箱が何だってんだ。こんなくだらないこと。スペースノイドの自治独立を実現するために我々はこの歪んだ世界を変えさせてもらう。テロリストどもが好き勝手なことを。袖付きの主張は一貫してる。でも箱に本当にそんな力が？それで地球とコロニーの関係が変わったとして、人類に誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。やらせるか。リリー少尉が冷静さを欠いてる。少年長、フォローして。マーセナスキーに不要な恨みを買ったか。まあ仕方あるまい。お前らみたいに何もかもひっくり返すわけにはいかないんだよ。その熱さが若さというものか。見事と言いたいところだが、まだ甘い。手加減してるっていうのか。おとなしくしていれば政治家としての道もあったはずだが、致し方あるまい。なめるな。リリー少尉、相手の挑発に乗れないで。そうか、これが精神の引き金になり得るんだ。くそ、こんなことじゃあいつに。覚悟、フルフロンタル。君自身が作り出した魔物が君を探している。みんなで俺を否定するのか。リリー少尉、どうしたんですか？ユニコーンは守れたのに。それにデストロイガンダムの攻撃もやめさせた。バナージ君の手柄。どれだけ俺を惨めにさせたら気が済むんだ。え、少尉、やっぱり。もし次に会うことがあったら、彼はもう選ばれた後なのかもね。